今日も元気に、はい、気持ちいいおぱるぱ、ひとです。さゆです。お願いします。今回は、メンバー紹介をしていきます。レッツゴー、気持ちいいおぱるぱ。大体テップが初めてのライブだよね。そうだね。私が、まえちゃんのが7枚やって、ファンの方がくれたやつが1枚あるので、8枚やりまーす。私は6枚です。かわいい。かわいい。この時。この時が一番ツンスね、交換していただけて、こんなに出るのはこれだけです。さあ、これだけ。続いて、バイナーは3枚。4枚やりまーす。この時はちょっとだけ交換できた。この時もまだ冬だったから、私たち活動全然できたから。うちらのダメなところは、夏だと。弱い。弱いめっちゃ。暑いからちょっとやっぱりここがいいかって。うん、そう。すぐね、カラオケに走るから。そうそう。ダメ。うん、暇うぱ。続いて、バワーン。ココナッツフェイス。ココナッツフェイスのやつが1枚。まえちゃん。2枚、みーちゃん。この時からですね、夏だったっていうのがまず原因で、交換が全然回れないっていう。この時に多分グッズ列に並ばないといけないってなった時だ。だってさ、今までさ、違ったじゃん。今までさ、通販とかでさ、グッズ買えたじゃん。だけどさ、夏なのにさ、並ばないといけないってなって、暑い中さ、並んでたらさ、もうそこで夏バテしちゃって、もう。私たちは活動できなかったんで、自分が持った分だけだね、私は。そうだね。うん。暇うぱ。続いて、スタジアムの公演、ココナッツ株1枚でーす。これめっちゃ美女可愛いねって話してた。そう、めっちゃやばくない？ね、どんどん可愛くなっていくじゃん。めっちゃ可愛い。次どうなるってことじゃん。ね、次はもう、可愛すぎて見れなくなる。そうだよね。はぁ。1枚しかないから、交換用たくさん持ってるので、次行った時、誰か会った時にちょっと交換していただきたい。うん。暇うぱ。続いてこちらなんですけども、これはココナッツフェススタジアムの時に課金したらもらえるトレカなんですけども、あれ、うん、こいつら課金して入ってないよね、なんでお前ら持ってんの、っていう状況だと思うんですけども、はい、ということはファンの方に、はい、本当にごめんなさい。本当に。神様。本当にありがとうございます。私たちが持つべきではないんですよ、本当は、うん。だけど、ファンの方がくださいました。めっちゃ可愛い。で、この時と同じなんですよ。ね、ビジュアルが。マジでやばい。マジでやばいよ、本当に。え？マジか。こするな。このね、トレカケースに入れて、ね、かわいすぎだろ。これはいつも板場につけて持ち歩いてます、はい、好きすぎて、うん、マジ大好き。暇うぱ。続いて、こちらでーす。こちらも先ほどと同じファンの方からいただいたんですけどね。トレカだけじゃなくて、トレカデコまでしていただいて。マジで。めっちゃ可愛いよね。愛してやまないファンの方からいただきました。ありがとうございます。これからも仲良くしてください。ひまうぱ。続いて、こちらも同じファンの方からと。このさ、時間があるわけじゃん。あげるためにこうやってデコろうって思ってくれて。本当にありがとう。ひまうぱ。続きましてですね、こちらはですね、ツイッターでキューブのりょうさんっていう方に有名ないただいたものです。いつの記事はマジで分かんなくて、分かる人分かると思う。うん、衣装のオリジナルステッカーのまえちゃんの2パターン、 A タイプと B タイプ。そう、めっちゃ可愛いし、本当に最高すぎ。ありがとうございます。本当もらい物が多くて、私たちそう、ね、自分たち本当に何回も言うんですけど、惜しいものがないので、そう、ね、うん、これから紹介するトレカの方が少ないんですね。少ない。暇うぱ。続いてがですね、全部もらい物なんですけど、これは多分同じ子にもらった。パラダイス。そう。私はこの時買ってなかったので、もらえてめっちゃ嬉しいです。マジで可愛い。なんでこんな可愛いんだろう。暇うぱ。続いてがね、ココナッツの時の。なんかね、素材入りのやつ。なんだろうな、これ。ココナッツの CD 買った時もらえたかな。かな、多分。かもね。っぽい。ありがとうございます。ありがとうございます。暇うぱ。続いてなんですけども、はい、テイクアピクチャーの。お、私、テイクアピクチャーのみーちゃんのビジ結構好きなんですけども、シーカーに笑うそうぐらい好きなんですけども、これはツイッターで交換でいただいたものなんですよね。めっちゃ可愛いよね。弱くない？マジ可愛いんだけど、本当に大好き。ひまうぱ。続いてがですね、はい、デコ系を紹介いたしまーす。1個はね、動画で作ったやつ。そう、動画で。動画で作った。レンダーのデコったやつ。ご魅力なさすぎる。続いては、私たちが初めてトレカデコをしたやつです。そう。こっちの方がうまくいってんねんな。そう。こっちの方私気に入ってる。こっちの方が気に入ってる。しかもサイズ感もちょうどいい。これね、ミスったサイズ感。でかい。こっちでこうなの、でかい。でかすぎる。かわいい。お高さとかね、こういうの持って写真撮ったりしたらかわいいから。ね。したいよね。カフェとかでさ、こうやって置いてさ、かわいくしたい。したいな。しようね。しようね。うん。暇うぱ。
続いてはゆくゆハッピーの時のアメカです。この時のミヒちゃんはまだちょっと子供と感があって、この時も可愛いです。いいです。これはもらったんじゃない？絶対もらったね。もらってると思います。小顔ポーズウィンクミヒちゃんです。可愛すぎる。ステステの時のかの有名な名シーンのマヤマヤキャーン、マジで可愛い。この服装めっちゃ可愛いな。ドタイプだよ。可愛いです。可愛いです。ひまうぱ。続いてテイクアップピクチャーの時のマヤ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 。これも背景が可愛いです。こういうの可愛いよね。もう最高です。はい、顔ドアップってもう最高ですから、はい、大好き、うん、大好き。お前ドアップするんだと思ったでしょ。こうやります。じゃあでも吸わないでください。吸わないでください。ひまうぱ。続いてクラ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 、こちら。この時からですね、あの背景がジャケット、そうだね、シャー的なやつじゃなくなって文字が、そうなの。でもこのこれもこれもいいんですよ。あのこれあのミヒちゃんのオリジナルのさ文字がさ書いててさ、めっちゃ可愛いしさ、サインつけてさ、もうこのメガネつけちゃってさ、もう同じメガネ買っちゃうぞつうの。こっちもね今やるんだけど、ピエースしてるやつとハートしてるやつ、こっちは絶対ファンの人にもらった。イエーイイエーイ。この時はそれでも、うん、あげーみたいな感じで声出るかって可愛いっす。ひまうぱ。続いてこちらパラダイスの時のやつですね。コメントが書いてあるんですよね。何ですか？ありのままの君が大好きですね。え、ってことはもう私のこと大好きってことですね。そういうことだよ、はい、みんなさこの時花みたいなの持ってたじゃん。めちゃくちゃ可愛いんだけど、ね、え、ちょっと待って、ピンクの花持っちゃってんだ。ピンクの花、私たちのイメージカラーってことでね。ひまうぱのことを持ってるよってことだよね。はい、そうです。はい、そうです。確定です。ひまうぱ。続いてがですね、そっちもブルームーンですね。ブルームーンの撮り方です。こっちが多分地引きしたやつだね。こっちがもらったやつです。めちゃくちゃ可愛い。燃え袖なんかしちゃってさ、もう可愛いじゃん。見てよこれ、可愛くないわけない。ひまうぱ。続きまして、はい、トレカというかもわかんないんですけども、世論の時の雑誌のトレカ、可愛すぎてちょっと入れちゃいました。え、マジ雑誌とかね買ったらこうやってみんな入れた方がいい。うん、マジで可愛い。可愛いよ。バカにしないで。そうなの。雑誌買ったらもらえるって言ったらさ、絶対入れるよね。入れる。シーンで売ってるからこれ。買ってみて。ひまうぱ。続いてココナッツフェスの時は透明トレカ。うん、マジで逆に。ごめん、つらいわ。やばい。つらいな、これ。ほんとにないわ、それ。なんで持ってんだろう。なんだろう。なんだろう。なんか持ってんだ。なんか持ってます。うん、はい、なんか持ってまーす。ひまうぱ。続いて、プリーズプレイの時についてきたトレーカーです。かわいい。かわいい。え、これなんだっけ？それあれだ。特典で入ってるやつ。そうだ。めっちゃ可愛くない？このドアップさ、こんなピンクにしちゃってさ、こんな顔しちゃってさ。ひまうぱ。続いて最後、トゥアースのミヒちゃんとマヤちゃんでーす。かわいすぎー。ピースピースでこれ匂わせてるよねって話したやつだ。そうだ。以上でーす。ひまりーおぱるぱ。この動画がね、好評だったら、うん、これだったら缶バッジ紹介とか、そうですね、していきたいと思います。はい。だからね、ちょっとコメントとか高評価とかお願いします。うん、そうですね。何回も再生してもらって。お願いします、ね。拡散とかもね。これをね、リクエストしてくれた方、本当にありがとうございました。ありがとうございます。そして、めちゃめちゃ待たしちゃって、ごめんなさい。本当にごめんなさい。2ヶ月ぐらい待たしちゃって、ってますよね。うん、では、今日の動画もここまでで終わりしたいと思います。はい。チャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。バイバーイ。